にちは。今日はね、友達に会いに来ました。ちょっと説明は後からするんですけど、見てください。ここです。場所は目黒です。はい、善君です。ようこそ。善です。すごい。ここちょっと少しずつ説明していただいていいですか？はい、ここはトゥーリズムスタジオです。11月19日から目黒でオープンになる、パルクールのライフスタイルの総合発信拠点のスタジオになってます。もう基本パルクールにの軸で、そう、パルクールのアイデア、哲学とかを反映したオリジナルのプロダクトとか器具、あとは、まあ、これのアートの作品を展示するギャラリー的な機能も兼ねてやってる。プロポートボードシステムって壁このポートボードの壁に、器具を取り付けられるようになってて、はいはい、こういう細かいパーツとかからバーをつけたり、うん、壁をつけたり、これ全部あの後から組み替え可能になっている可変性のあるパルクールのトレーニング器具。基本これはパルクールの、そう、これはもうプレイヤーの人向けて、パルクールを実際にやって、トレーニングをするっていう人に向けたトレーニングコースを作る器具。なるほど。でこれとかはそれの柔らかい版、みんなが飛び越えてるやつだよね。そうそうそう。で技の練習をして、はいはい、ある程度できるようになってきたら、こう硬いものにしたりとか、まあ、ストリートでやったりとか。確かに。これはなんか大会ではルール決まってるの？なんか基本的なイメージなんだけど。ああ、この形とか素材いや、決まっているものはあるわけではなくて、でも基本的に大会とかになったら柔らかい素材のものは使わないが、パルクールデザインラボっていう、そこら器具のブランド。なるほど。これ前見たやつ、これね、このバランス取るやつ。そう、大変あります。いや、もうこれもう絶対できないね。今もう絶対あの時でできなかったのに。あ、もう全部刻印も入ってるんだ。そう、すごい。まあだからこの辺は本当に普通に家に置いてトレーニングしてる人もこういうちっちゃいやつ触っているし、はいはいはい、でこのボックスを家のトレーニングスペースに置いてるっていう人も確かぐらい。トレーニングスペース置いてもいいし、だってまあ普通にあってもいいもんな、うん。こっちはさすがにね、それはね、ちょっとね、っていう人は家めちゃくちゃでかくないと無理だね。お前はトレーニングジムとか、はい、スポーツ系の施設に向けて作ってるって感じ、うん、確かに。でも本当はあの高さとか変えられるから、子供用にちょっと低くしたりして、徐々に大きくなってきたらじゃあプロ仕様にして。なるほど。そういうのも後から。今結構増えてきてるよね、パルクール人口。いや、めちゃめちゃ増えてる。結構見るもんね、いろんなところで。ありがたいこと、うん、確かに。もちろんやりたい人も増えてるし、こう、なんだろう、外をこの自分がやるだけじゃなくて、うん、ライフスタイルにそれを取り入れたいっていう人も増えてきて。確かに。これが？これがグリッドソファー。こっちは器具じゃなくてソファー、家具で、考え方は一緒で、組み替え式のこうパーツがあって、ここに自由に組み合わせて作り上げれるっていう家具になって、高さも上がるし、そう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 。で、あの組み合わさったのが、もうベッドみたい。そう、全然寝てもいいし、確かに。まあ、子供だったらこういうの、こういうのあったり、これで逆上がりしてもいい。これも外したり取り外しもできる。これがあのさっき の, あの底面の穴、あのジョイントみたいな、そうそうそう、ところにくっついて距離を変えたりとか。なるほどね。組み替えられたりする、まあ、こういうのもパルクール的なアイデアで、まあ、座るものだからといってこう寝ちゃいけない、遊んじゃいけないってことじゃなくて、別に座るものだけど自由に。普通だと怒られるもんね。そうそうそう、ソファーの上で立つなとか。そうそうそう、それをやっていい、ソファ。確かに。あとはこの辺のラックとか、
この照明も、そう、これもトゥーリズム、このあ、本当だ、うん、素材感とか、やっぱ街にあるものとか、これなんかもあのジョイント部分をあそこと同じパーツを使って作ったラックで、ラックを抜いてもいいし、うん、引き出しに付け替えてもいいし、あ、なるほどね。この辺も自分の使い勝手とか視点の暮らしによって変えてもらっていい。何よりおしゃれだな、なんか。で、これはキッチン、キッチンもパルクールキッチン、パルクールキッチン。では何がパルクール的かっていうと、配置を自分で変えたり、その時々に合わせて、これコンロか、そうそうそう、切り離したりとか、確かに一緒に料理をできるし、洗い物一緒にやったりとか、これ全部独立してる。そう、独立してて、ただまあ水回りとかは最初に決めちゃわないと、はいはいはい、後から動かせないけど、ただまあそれをどっちに置くかとかは。すごいな、これも、あ、そっか、これも素材か。そう、これもなんか手すりみたいな、街にあるような素材ですけど、ね、ここのテクスチャーともあって、確かに。すごいね、だから本当にコンセプト、パルクールのコンセプトを家具に反映させたらこうだし、器具に反映させたらああいう感じになるし、確かに初めてだよね、こういうの見たことない、多分世界初めてだと思う、ここまで本格的にパルクールの家具のファニチャーを、うん、そうだよね、あのソファーとかすごいもんね、家にあっていいもんね。そう、どうすか家に、ちょっとコストがすごい高そうだからな、だってこれ一から作ってるよね。もちろん、もちろん、もうだって素材、鉄板全部選んで、そう、もうなんならパーツの部分からネジから一個一個、うん、作ってやってるんで、まあちょっと尋常じゃない尋常じゃない、時間とエネルギーを注いで、これは何、これ、これはオブジェ、え、これ何、オブジェになってて、まあ、こうやって立てたらコーヒーテーブルみたいな感じで、あ、確かにサイドテーブルみたいな、うん、使えるし、どう重ねておくことができる、本当だ、そこに全部重なる、まあ、全部おしゃれだな、小物、うん、で、まあこれが私のアートです。お、まあ、2020年にバンコクでドイツ人のチームメイトと一緒に撮影をしてきたアート、写真のアートの作品、はいはい、もうだって作品だもんね、1枚で、SNS とかちっちゃく見てるディテールまで伝わらないから、きちんと大きいサイズで見てもらいたいっていうのがあって、これはその中でも2番目に小さい方で、これはすごいね、今回の剥がれ具合とかね、経年の感じとか、うん、すごい味があって、うん、バンコク、バンコク、これはバンコクの街の景色であり表情を切り取るっていうので撮ってきたけど、これがバンコクじゃなくなれば全く違う表情になるし、例えばこれバンコクの2020年のシリーズなんだけど、これをじゃあ10年後に撮った時にはまた街並みも違うと思うし、再現性がやっぱりないから、そういう面白さを作品に一個一個残していこうっていうのがコンセプト。これどうなってんの、この写真全然理解できないけど、え、どういうこと、上が地面、逆さまなってるってこと、そう、ちなみにこれ CG とか一切なく全部実際にやった瞬間を切ってる、いや、すごっ、そうだよね、ここが地面だもんね、これは何だ、何なんだこれ、
これは緑のやつ。建物の屋上の作りがこういう感じになってる。でもやっぱこうやって細かいね、うん、形とかパイプの位置とかも全部建築家がやっぱクリエーションの中で作り出してる形のもので、あくまで主役は自分っていうより建物。確かに。建物を主役に自分をどこに置いたらその建物の面白さを最大限引き出して作品にできるかなっていうのをずっと考えてる。これ屋上だったら地面だと思ってビルかと思ったけど、もうビルがめちゃくちゃ高いんだ。そう、これ自体がめちゃくちゃ高い。そうだよね。こうなってるんだ、確かに。うわ、これもバンコク。そう、全部そこ。でこれがキリンに乗った少年っていうタイトルで、うん、こっちがビッグエッド。それは何、これ何なの、赤いやつ。これは展望台。そ、もともとそうだよね、みんな上がって上から景色を見よう。家族いるもんね。そうそう、ビッグエッド。すごっ。キャンバスでちょっと立体的になってるから、あ、本当だ。ディテールとか、ここにいるよ。これはやっぱ直に見に来てもらわないと分かんない。本当にこのクオリティは。そうそうそう。あとやっぱね、本当細かいこのなんていうの、汚れ具合とかってね、実際に見てもらわないと分からない。建物のディテールがやっぱすごい美しいから。うん。19日からオープンなんで。もうすぐです、はい、ここにさっきこれチラシだよね、さっきのやつ、うん、この写真もだよね。あ、これそう、一番外に。あ、そうだ、置いてあった。これなんかすごい分かりやすい。これはアリーっていう作品で、バンナートラッド25アレイっていうストリートのとこにある建物の屋上なんだけど、これどうやって撮った。これドローン。すっごいコントロールじゃない。これはね、わざわざ DJI っていうドローンの会社さんに協賛協力してもらって、マジでめちゃめちゃいかついドローンを持ってって保険とか全部やってこの撮影で使ってる。そうだよね。だからやっぱ写真のクオリティとかちっちゃいドローンとかだと引き伸ばした時にこんなね、こんな引き伸ばして入れなくなっちゃうから。でこれはまあコンセプトとしては屋上に登って視点を変えたら誰にも見つからずに働いてるロボットがいたっていう。はいはい。でもこれも本当上から撮らないとわからないですね。そう、これヘリポート。ヘリポート。でこれはなんかタンク、エアコンダクト。はいはいはい。そう、で鼻みたいになっててさ、うん。でこのまあこのロボットアリーは人の生活を豊かにするためにこうやって空気を、ね、送り込んでっていう仕事をずっとしながらどん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 こう年を取ってる。でこのなんかこういろんな色味の塗り方とかちょっとシミができたりシワができたりと同じように汚れていって、うん、なんかそんな様子も美しいし、そんなアリーと一緒に作品を撮ったっていう、うん、これこれもすごいね。これはね、外側が白いんだけど、うん、これはアリーの外壁自体が白なんだよね。あ、基本全部の作品回り込んでるここをプリントしてるんだけど、うん、アリーは壁面が白だからここから壁面みたいにしたくてあえて白なんだ。本当にもう物と同じように、そう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 っていうふうに作ってたね。あそこの分がなんかすごいよね。あ、そうそうそう、パルクール思考か。物作りが全部得した。これが一番やりたかったと。そう、パルクールの考え方をただああやって飛んだり跳ねたりっていうところだけじゃなくて、うん、ライフスタイルとか生き方に反映させてる部分がやっぱあって、実際やってるカルチャーの人間からすると、うん、それを普通にライフスタイルとしてなんか実
関係ない人でも豊かに生活がなっていくっていう要素が、まあ、あるんじゃないかなと思って、それをこのトゥーリズムっていうチームで今新しく提案して、それにどれだけいろんな人が共感してくれるかとかわからないけど、まずは一番尖ったものを純度高くここで作っていくと、出来上がったものからこのフロアで発表していって、はい、だからオープン後展示が変わったりとかも全然あるし、あ、なるほどね、あと作品も新しいの撮れば変えていくし、うん、なので来るたびにちょっとチェックしてもらえるといろいろ新しいコンセプトが、いいですね、はい、やっぱ全部すごいもんね、作品変えるんで、そうだよね、はい、どん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 いっぱい取りためてるやつ、そうそうそう、で一個一個こうやってエディションつけて売っていくんで、じゃあ11月19日から、はい、はあ、たまにいる、たまにあの打ち合わせとかあれできてるんで、普通に一般開放って、一般開放、そういうことか。12月15日から。はい。水曜休み。水曜以外。水曜は定休日。OK です。そう。ぜひ。遊び行きます。遊び来てください。はい。ありがとうございました。ゼン君でした。